石破新総裁は外務大臣に岩屋元防衛大臣を起用する方向で調整に入りました。岩屋元防衛大臣は総裁選で石破陣営の選対本部長を務めました。また、経済再生担当大臣は赤沢財務副大臣。環境大臣は浅尾参院議員で調整しています。一方。 国会運営を担当する国対委員長には坂本農水大臣を起用する方針です。党の副総裁はすでに菅前総理大臣に就任を要請し、菅氏も受け入れる方向です。皇庭から今トラックが一台出てきました。一方岸田総理大臣は引っ越し作業に当たりました。